OK。 そっか、そう行けばいいのか、戻ればいいのか。あー、そこどう飛んだよ。ちょっとこれ一旦上で待機した方がいいな。あ、トゲに与えに行ってどうすんだよ。やけくそになってる。あ、ポーズかけなかった。ちょっと待って、今のはめどくさいから一旦死にました。あ、なんでそこさサボるんだよ。あれ、あれ、あとは見せたくないな。 OK。 うっそ、え、ちょっと待って、よくよく見たらこれ砂時計がトリンケットに変わってんじゃん。あーちょ、ダメだ。え、どうすればいいってのあー、できた。意外にいけるんだ。ちょっと待って、な、どうせと時間的にはできると思うけど、ただでなくてもそこ取れないのに。あ、うわぁ、これ感性ついちゃうとどのタイミングで外すのかが分かんなくなるんだよな、ポーズ。悔しい、もう。ちょっと待って、なんで今静止しちゃったんだろう。そっか、着地したから静止したのか、当たり前か。できた。意外にいけるんだな。これもともとそこ砂時計あったとこでしょう。なんなんだろうこれ。難しいんだけど。そしてなおさら16だもんな。これさ、どのタイミングで取ればいいわけ一体。
これどのタイミングで取ればいいの？一歩間違えればトゲに当たるわけだし、一歩間違えたら時間切れになっちゃうし、最後。あれ岩に行けるのこれ？さっきどうやったんだ？さっきどうやったんだろう、全くわかんないんだけど。あ、でもいけた。全くわかんない。これもしかして右端だったりして、やっぱり普通に取ったらトゲに当たんのか。そしたら一旦砂時計取ってった方が安心。これ多分一回砂時計って戻った方がいいかも。で取って、できた。これどこ？あ、ちょっと待って、なんで？あ、間違えた。そこどう取ればいいの？全く分かんないよ、こんなの。何なんだよこれ。ましてやトゲに囲まれてるからレベル5よりも難しいじゃん。無理だろこれは、いくらなんでも。こう取っても勢いでいっちゃうから無理だしな。あれ？ちょっと待って、トゲってこれ側面で当たっても大丈夫なの？ちょっと待って、実験したいんだけど。あ、そっか、側面当たっても大丈夫なんだ。トゲってソニックと同じ感じなんだ。だからどうすればいいかっていうのが全くわかんないけど。そしたらどうすればいいんだろう。あ、わかった。そっか、これで、そういうことか。あれ、これはどこだ。これまた度数の加減にあるパターン。2体目か、嫌なとこにいるな。どうしようこれ。どうすればいいんだろうこれは。俺も結局タイミング見計らうしかないしな。
あ、マジで。ぼーっとしてた。これ、あ、違う。バカ野郎。シフトレンダー間に合わないんだけど、どうしよう。いけそうだけど。あ。え？あれ？ちょっと待って。ポーズが引っかね。え？え？ちょっと待って。ん？ちょっと待って。どうなった？ちょっと待って、シフト連打瞬間なんかば、うおー！ちょっと待ってください。なんかバグったな。OK。よかった。治ったが。あ、ちょっと待って。くそー。なんか連打しちゃったな。このあたりでもいいって言うんだったら、あ、間違えた間違えた。ちょっと待って、どうすればいいんだ。ジャンプ、今やろうと思えばいけた。あー、危ね、危な。